さゆのダイエット効果とは、毎日の飲み方をお伝えします。あなたは、おさゆがですね、ダイエットに良いと、聞いてはいるんだけれども、では実際どんな効果があって、どのように正しく飲めば、ダイエット効果があるのかということをですね、ご存知ですか？今からこの動画をご覧いただきますと、正しいおさゆの作り方が分かって、そして正しいおさゆの飲み方が分かることで、あなたはどんどん健康的にきれいに痩せていくことができますよ。今からその作り方と効果をですね、お伝えしていきたいと思います。まずおさゆですけれども、お水でね、作りますよね。ポイントはその、天然水であったり浄水を使ってくださいね。でまずそのおさゆの効果です。一つ目、内臓が温まるんですね。やはりその臓器、内臓が冷えてしまっていては、どんなダイエットもですね、効果が落ちてしまうんです。それは内臓が温まることで、その内臓の働きがこう活性化してくれるわけですよね。特にあの腸です。私その腸活の専門家でありますので、あなたの腸が冷えたまんまですと、こういくら食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、その効果がですね、出ないわけです。なぜか、それは痩せる体質になっていないからなんですね。なのでしっかり腸が温まって活性化すれば、あなたは自然と痩せ体質へと変わることができますので、ぜひぜひ腸を温めるという意味でもですね、おさゆを飲む必要があるんです。そのことでまずその動きが活発になったら、あなたのその食べた、食べ物をその消化ですね、そして代謝として転換できるその力が上がってくれるわけです。代謝が上がるわけですね。そうすると3番目、脂肪がもちろん燃焼されて、どんどん痩せることができますし、またプラスアルファ4つ目、老廃物もですね、どんどんデトックスすることができるんですよ。悪いものを溜め込んだまんまの体では痩せることはできないからなんですね。そしてそのことでやはり5番、むくみも改善されますから、見た目もすっきりとなるわけなんです。さあ、ここが、この5つがおさゆの効果ですよね。イコール体を温めるということと、その体液を巡らせるという意味でも、おさゆはとっても効果大なんです。そこで早速、正しいおさゆの作り方ってご存知ですか？おさゆってお湯じゃないかとね、思う出たんです。私もおさゆってただのお湯って、お水沸かしたものだよねぐらいの感覚だったんですね、昔は。ただこれ奥が深いんですね。こちらの起源はそのインドの伝統医学である、そのアーユルヴェーダというですね、教えにもベースにあるように、その正しいそのエネルギーをこう十分に発揮させるやっぱり作り方ってあるんですね。それがこちらです。おさゆの作り方です。1番、やかんもしくは鍋、蓋のある容器で沸かすことがポイントなんですね。そう、1番、やかんまたは鍋にお水を入れて蓋をして火にかけるんです。これまた火を使うっていうのがポイントなんですね。火で沸かしてあげるのが、やっぱりそのお水のエネルギーを高めるには一番大切なわけです。では2つ目、その夜間にかけたですね、鍋にかけた、お水が沸騰してきますね。と沸騰したら蓋を今度外すんです。そしてそのまま沸かします。だいたい3番目、10分から15分程度沸かし終わったら火を止めて出来上がりです。でここで注意です。せっかく作ったこのおさゆの効果を、高めるための注意点ですね。こちら、一度作ってその、沸かしたおさゆを、またそのまま放っておいてですね、またあっと思ってそのまま溜めてたものを沸かし直す、再沸騰、沸かし直すのは NG なんですね。しっかりと沸かすのは1回限りです。そしてその保温ポットにその沸かし直しができませんから、多めに作っておかれて、出来上がったおさゆは保温ポットで保管しておくということですね。保存しましょうということです。私も作ったら朝作るんですけれども、作ったおさゆを大きな
2リットルぐらいのですね、保温ポートに入れて、常にそのちょこちょこ飲んでいるんです。2つ目、目安ですね。1日じゃあどれぐらい取れば効果があるのということです。で、たとえですね、体がいい、体にとっていい、ダイエットにいいと呼ばれているこのお茶湯も、飲みすぎてはですね、やっぱりその何でもそうですよね、飲みすぎ食べすぎすぎては良くないわけです。やっぱり注意を、ほどほど適量がやはり大事なんですよね。そこで1日に約700から800ミリリットルを目安に少しずつ飲むのがポイント。だいたい1コップ1杯程度、200ミリリットルぐらいがもうマックスですよね。なぜかと言いますと、一度に飲んでしまっても吸収できる量って決まっています。なのでオーバーして、キャパオーバー飲んでしまった水分というのはもうどんどん出ていってしまいますから、せっかくの効果が半減してしまうわけなんですね。ですから、お茶湯に限らず、飲み物、お水もそうですし、そういったのはやはり一気に飲まないということです。もうとにかくちょこちょこ、特にお水やお茶湯はちょこちょこ飲むのがベストですよ。じゃあ3番目、ベストタイミングは朝一番、起き抜けです。起き抜けにお茶湯を飲んであげるととってもですね、臓器も洗ってあげることができるんですよね。例えばあなたも経験ないですか、こう食器を洗うときに、こう油物のですね、食器洗おうと思ったときに、冷たいお水で洗うよりもやはりお湯で洗ってあげた方が油落ちっていいですよね。それと同じです。あなたの臓器もやはりしっかり朝一番空っぽな時にお茶湯で洗ってあげるようなイメージで飲まれると綺麗にやはりなるんですよね。しかもやはり臓器が、腸が特に温まりますから、どんどん痩せ体質へと変わることができるんです。で、温度はですね、熱々はダメですよ。お茶湯のこう、もう熱々は NG です。だいたい50度程度の温度でちょっと冷ましてから召し上がられると一番ベストになります。さあ、いかがだったでしょうか。お茶湯って結構ね、奥が深いんですよね。ただのお湯ではないわけです。お茶湯とやはり呼ばれるものですから、しっかりとあなたはこの動画をご覧いただいて、正しくお茶湯を作っていただき、そして正しく飲んでいただければ、もう材料、お水だけですよね。もうなんてこんな簡単でお得で、しかも体が喜ぶ、痩せ体質になれる、ダイエット法がお茶湯ダイエットになります。さあ、この動画のお話を繰り返しご覧いただいて、あなたは早速今からこのお茶湯ダイエット取り組んでくださいね。そしてあなたご自身と周りの大切な方々のために、どんどんこのお話シェアしていただきたいと思います。またこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。